県筑波郡浪江町の希望の牧場でございます。今日は大震災 3.11 からちょうど4年目の日でございます。なお多くの福島県警戒区域の避難民は自分のお家に帰ることもできずに、仮設住宅や避難所で4年を超える避難生活の中で、次から次と震災関連死、命を縮め、仮設住宅で命を落としております。40年以上にわたり、私たち福島県浜通り北場地方は東京関東のために一生懸命電力供給を続けてまいりました。福島県の電気がなければ、この東京の渋谷もたちまち計画停電になることは間違いありません。福島県双葉郡原発事故の追い出された警戒区域の大勢の避難民のことを、渋谷の皆さん、ハチ公前の皆さん、忘れないでいただきたいと思います。福島県の犠牲、福島県の被害、福島県への差別の上に、この大都会渋谷の姿も今成り立っているということを、私は問題にしたいと思います。今渋谷では24時間の地下鉄を通す大工事が進められております。渋谷は日本一に人が集まる場所、おいしい、楽しい、便利で愉快な場所として、ますます大勢の人がこの渋谷に集まり、電気を使いながら楽しげな日常がこの今の瞬間も続いているとは私は思います。皆さん、 3.11 は終わったでしょうか？終わってはいません。続いています。今日はお昼休みに経産省前テント村で演説をしてきました。沖縄でも頑張ってるから、テント村最後の時はね、みんなで本当に体張って座り込みでも演説しようと、今日3月、ね、11日っていう節目の日ですけれども、もう凱旋が100回やられたということで、今日改めて力強く込めた思いっていうのは県庁の中でありますか？そうですね、やっぱりちょっと待ってくださいね。やっぱり経産省前でもね、感じることはやっぱり人も、まあ、いろんな行動があるからね、やっぱり疲れがあるのかなと思うんですよ。その市民が、もう関心の薄れ、それから運動の疲れ、そういうのがやっぱりあるんだろうなと。経産省前でのこう活動、活動なんかもやはりその最初の頃から比べればさ、やっぱりこうそれは当然下火になるわけでね。だけど今年は再稼働の年だと、やっぱり本当に再稼働が始まるという年でもあるからね、やっぱりこれで負けたわけじゃないんだよね、俺たちは。やっぱり戦いはもう残り人生をかけてやっぱりやるべきだと俺は思ってるし、このちょうど61になったんだけど、残り時間、つまり20年間この原発の時代を終わりにするために戦い続けて、そういう覚悟を大勢の人がそれぞれ持つべきだと思うんですよね。